皆さんこんにちは、ピアノ教室応援コーチ星名優子です。今日もちょっと実はこのアポホテル帽子がですね気に入ってですね、今日もかぶってきちゃったんですけど今日私は品川におりまして、今日はこの後ですね、ある塾 の受講生さんが、有志で企画してくれた IT のですね勉強会にこれから参加させて、いただきます。遠藤さんありがとうございます。あ、太田先生ありがとうございます。もうこんな安永先生ありがとうございます。山田先生ありがとうございます。あ、石井先生ありがとうございます。あとアップホテル帽子がですねちょいちょいめちゃ気に入ってですね今日も来てきちゃったんですけど、今日はですね私ね頭がゴールドでですね、お洋服がシルバーというね、ギンギラギンの格好で来たんですけど、今日私お洋服がシルバーを着るといい日なので、もうゴールドとシルバーとですね、何者よって本当アパホテルよって感じなんですけども、ありがとうございます。久保先生、お帰りになったんですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。それで、ちょっと自慢なんですけど、このシルバーのですね、ワンピがですね、この間軽井沢行って買ってきたんですけど、電車なんか久保先生まだ電車、そうお疲れ様です。あ、今日もお出かけなのかな。シルバーのねこのワンピースね、いいなと思って、なかなかないじゃないですか。本当に困ってるんですよ。私自身は七赤金星なんですけど、星がね、なんかその今年なんかやっぱ金運がいいらしくって、やたらなんかそれと関係あるのかどうなのか分かんないんですけど、まあ、金運星らしい、もともと七赤金星なので、やたらねゴールドとかシルバーをなんかこう着た方がいいみたいのがあるんですよ。なかなかシルバーの服とかないじゃないですか。でこれおーと思って、でもサイズ見たらね、なんとこれ、ね、7号だったんですよ。で自分じゃないけど、私結構ぽっちゃりしてて、前はもう 9がやばくて11とか着てたんですよ。あ、もう絶対ダメかなと思ったんですけど、まあこの間もねちょっとダイエットの話しましたけど、 2,3 個前かな、フェイスブックライブ見ていただければ、ちょっとおや痩せましてですね7号がですね、いや着れるとは思わなかったんですけど、試着してみたら着れちゃったんですよ7号。もうめっちゃ嬉しくて、ありがとうございます、反応してめっちゃ嬉しくて、いや人生初めてじゃん7号着れたのみたいな。ダイエットはあれですよ、糖質ダイエットです。炭水化物をちょっと抜くというダイエットしてるんですけど、7号が着れたんですよ。で今日もこれ着てきたので、すっごい今日気分がいいわけですよ。7号着てるしゴールド帽子だし、ちょっとこれから頑張ってお勉強会出るんですけども、ありがとうございます。で今日のキッコーイフードはですね、買ってきました今日、チラシ寿司なんです。あそこで何だっけ、紀ノ国屋さんでどっかでちょっと食べますので、ちゃんと皆さんにチラシ寿司オーラを持って帰ってもらえればいいかなと思うんですけど、ちょっと雑談はこのぐらいに、もう一個ぐらい雑談。今日はですね、うちの次男坊がですね、まあ、朝大変だったんですよ。自動車の免許を、大学1年生なんですけど、自動車の免許を取りに行くってことで、ありがとうございます。まあ、合宿にね、長野の方の合宿に参加するんで朝送り出したんですけど、いやまあ今時の子だからなんかね、9時35分のバスに乗んなきゃいけないのに、なんかちょっと LINE したら、もう乗れたのなんつったら10分ぐらい前で、いやまだなんか今バス停がよく分かんなくてうろうろしてるか言うから、もうやばいとか言って、あと乗れなかったらどうすんのよみたいな、長野まで送っていけないよみたいな。久しぶりになんか子供に翻弄されるお母さん役をですね、朝の忙しい時期に味わいまして、まあ結局乗れたんですけども、今夏休みじゃないですか。お子さんがねいらっしゃる方はお家にいて、なんかこう目につくとハラハラドキドキしますよね。なんかつい口出したくなるじゃないですか。もうそれを今日ねすごい朝から味わって、世のお母さんっていうのは偉いなと思った次第なんですよ。なのでぜひですね、お子さんたちがね遊びに行ったら、お母様たち、ピアノ先生でお母さんの方もぜひちょっとこうゆったりしてですね、自分のためのまた時間なんかも、あったらいいかなと思うんですけども、でちゃんと本題も話しますけどね、今日の本題はですね、今日はピアノセレブクラブっていうのが今2つチームがあって、
あの第1期チームと、まあ、第2期チームがいるんですけど、まあ、第2期チームの方は今後またその3ヶ月後に配信されると思うんですけど、第1期チームにはですね、今日は、まあ、ある動画をね、月曜日はあのピアノセレブクラブの動画が発信する日なんですよ。毎週週間なのでね。で今日はちょっと発表会のイベントとか発表会のことをあの動画を発信したんです。なんでちょっとまあ気づきがあったのでね、あの、まあ、昨日がそういう昨日がピアノ経営塾の東京校があって、実はその発表会でちゃんと売上が上がった人の事例が出てきて、あ、よかったなぁなと思ってるんですけど、であの発表会、昨日発表会が終わった方もいました、塾生さんで。あ、本当タイムリーですね。昨日発表会で売上がちゃんと上がったよっていう報告と、昨日本当に発表会が終わった方と、まあ、その方にも彼も報告で、まあ、あのきちんと売上上がってるっていうのを聞いたので安心したんですけども、今日ピアノセレブクラブであの配信した動画はあのその発表会の売上がなかなかピアノ先生こう上がりづらい、上がってない、あの、まあ、まあ3段階あると思うんですよね。まずしっかりと売上が上がってる、経営的にもしっかり売上が上がってるっていう、まあ、一応私としてはこう合格点の経営をしているピアノ先生と、まあ、トントン、まあ、まあトントンもまずいんですけどね、まあ、まあでもトントンだし、まあまあ今後ね改善していただく上で、まあ、トントンっていうステージのお教室の先生と、あとやっぱり何としてでもねこう阻止したいのは、いや、あと発表会が赤字になっちゃってるケースなんですよ。これだけは絶対ですね、もう早急にあの全国的に廃止したいと考えてるんですよ。赤字は廃止すべきです。もしですねこれ見てる方でまだちょっと発表会赤字になっちゃってるわっていう方はぜひメッセージいただきたいですね。阻止したいと思ってるんです。で、まあ、そういったことの、まあ、動画と、まあ、実際そのじゃあどうやって阻止したらいいのっていうのは、まあ、そのピアノセレブクラブとね経塾ではそれは授業で やってるんですけど、まあ、まあ、予算の立て方が大事なんですよ。もう生徒にお金を提示しちゃったらもうおしまいなんで、お金を提示する前、発表会費今年いくらですよっていう前が大事なんですよね。なんでまあそんなこと あれになったらいいかなと思う動画を配信したんですけども、ぜひですね、あのまだ、発表会はどうでしょうかね。やっぱ7月の31日ぐらいまでに1回終わるピアノ教室が多いと思うんですけど、今後は多分12月とか、3月とかに多いんじゃないでしょうかね。秋もあると思うんですけど、ぜひですね、あのまだ保護者にお金の提示をしていない方はまだ間に合いますから、ぜひですね慌てずにあのしっかり予算を立てて発表会の運用なさってほしいなと思いますね。まあ、それと関連付けられると思うんですけど、今あのピアノ経塾の第1期生の佐藤由香先生がですね、8月30日にあの教室の規約セミナーっていうのをあのやるんですよ。であのこういったね規約を作るとか、その規約を作って生徒さんに配布する、まあ、その事前の準備がすごく大事になるんですよね。なのでもし何かこうなんとなく経営しちゃってる、なんとなく経営、なんとなく、まあ一番あんまりあのよろしくないケースは、自分の中でどういう経営したいかっていうのをあの考える前に生徒さんから、先生ピアノを、あの先生ピアノ教えていただけるんですよね、お願いしますみたいな感じでこうなーなーに始めちゃった方っていうのは、そういうこういろんな準備をされないでこうもうすぐにレッスン始まっちゃってるあのケース多いと思うんですね。お友達関係でピアノあの習いたいんだけどなんて声をかけた方なんかは特にそうだと思うんですけども、そういう方にはぜひですね、一度こう何か保護者とアクションする前の前段階がすごく大事なんですよね。で佐藤由香先生の規約セミナーなんかはそういったことで、あの一度自分の経営を見直すあの練習になってもいいと思うので、若い先生はぜひ来ていただきたいし、あの若いお教室の先生なんかもねぜひあの来ていただけたらと思うので、私のフィールドの下の方にセミナーの告知のあの投稿が出てるので、もしもですねあの
出られなくてもいいですよ。ぜひ若い先生に知っていただきたいので、ちょっとポチッとですねシェアお願いできたらめちゃめちゃ嬉しいんですけども、あのシェアいただくだけでいいので、あの若い先生へ、若いピアノ教師さんへっていうあの、タイトルコールでやってますので、ぜひですねあの私の吹き戸の下のところの、投稿をですねシェアしていただければいいかなと思います。今日はですね、まあアパホテル帽子でですね、あのシルバーのお洋服でですねキッキラキンで、この後チラシ、実情ですねお方位のフードを食べながら、あの1時から頑張ってお勉強していきたいと思うので、もしかしたら夜もあのまた別な、今日あれですよ、私掛け持ちなんですよ、また違うあの会合に出るので、またもしかしたらその時にでもなんかあのいいお話がいただけそうな方捕まえてきますので、またもしかしたら夜も Facebook ライブするかもしれませんけども、ぜひぜひあのお時間の気ままな感じで、聞いていただければと思いますので、あ、村田先生ありがとう。皆さん今日は月曜日だからお仕事ですよね、あのこの後ね3時からと思うんですけど、ぜひぜひあの頑張ってお仕事してください。ではでは。